大型で強い台風11号は午前11時前に兵庫県に最も接近し、交通機関に影響が出ています。気象台は今後も強風などに注意するよう呼びかけています。台風11号は大型で強い勢力を保ったまま日本海西部を北東へ進んでいます。この後は速度を上げて北北東に進み、今夜までに日本海北部で熱帯低気圧に変わるでしょう。近畿地方は強風域に入っており、兵庫県では今夜初め頃まで南寄りの風が強く吹く可能性があります。兵庫県北部は高潮に警戒し、兵庫県では強風や高波に十分注意をしてください。県内の交通機関にも影響が出ています。 JR 西日本は JR 神戸線の新快速の運行を今日午前10時頃から午後5時頃まで取りやめています。快速と普通電車は通常通り運行しています。このほか神戸電鉄青線は今日午前9時過ぎに発生した倒木の影響により一部で運転を見合わせています。神戸空港と関西空港を結ぶ高速線神戸関空ベイシャトルは終日欠航し、明日から通常運行します。神戸空港を発着する便はおおむね平常通り運行する予定です。一方、姫路市内のコンビニエンスストアでは強風の影響でガラス製の扉が割れる被害がありました。けが人は確認されていないということです。田島地域では高潮警報も発表されていて、気象台はこの後県内で雨も強まることから土砂災害や強風、高波に注意するよう呼びかけています。